よいしょ、ほら。どうだ。これがプレーな。これはいいわ。はい、おはようございます。渡辺翔一です。明日の CP プラスに向けて早めに関東地方の方に、ね、入っております。朝早くの飛行機で入っておりますのでかなり眠たいですけど、まあいろいろやっていきましょう。今空港です。今から東京の方に、ね、移動していきます。相変わらずみなとみらい駅は去年と同様ですね、サイトロンジャパンの広告っていうのがたくさんの部分を占めております。今回はアイドルがね前面に出てきてて、双眼鏡越しのような感じですね。遠くに推しがいてもしっかり見られるよみたいな、そんなイメージなんですかね。サイトロンジャパンのブースには当然ながら私もラオワのレンズをね見に行こうと思ってます。はい、どうも渡辺翔一です。中にね入らせてもらって、まず最初に入ろうかなと思ったのが、今回ねラオワ、サイトロンジャパンのブースの方に来させていただいております。今回新商品っていうのがねバーッと出てきたっていうので、見えるでしょうか、 10mm の 2.8 のフルフレームが出てきております。でこれでソニーの E マウントとニコンの Z マウントですね、こちらにも対応してきてくれていて、なんと今回ラオワ初のオートフォーカスということで、まあ、ラオワずっとねあのアルガスとかその超広角のシリーズとか結構ね癖のある面白いね領域のレンズっていうのを出してきてたんですけど、ずっとマニュアルフォーカスが続いていて、まあ、今回ね初めてオートフォーカスのものが出てきたっていうのがここになります。でこっち側ねまあありますけど、こっち側にはキヤノンとライカとかパナソニックとかのね L マウント、シグマもかな、その辺のね L マウントと RF のマウントっていうのがありますけど、まあ、こちらについてはねいつも通りのマニュアルフォーカスということなので、まあ、Z とねソニーの方オートフォーカスのレンズが出て、しかもフルフレームで 10mm の超広角っていうちょっとない画角のものが出てきます。で、ここにね置いてくださっている、サンプルっていうかテスト機みたいなものにも Z6 にねこうやってつけていただいてて、まあ、こういうビジュアルに、ね、なります。で 10mm 超広角フルフレームなんですが、フィルター径がね 77mm っていうことで、まあ、先ほど伺ったところ 77mm の薄枠だったらおそらく蹴られないで使えるかなっていうところです。まあもちろんね出たばっかりのレンズなのでお試ししてからって感じですけど、まあ、薄い PL とかねプロテクターでも薄いものとかがつけられるんだとしたら蹴られなく使えるっていうのはいいことなのかなっていうふうには思いますね。まあ、ちょっとね覗いてみましょう。軽く Z6 これで、今回こうねやっててもオートフォーカスが効くと、はいはいはい、まあ、全然オートフォーカスの速さは普通にね普通に効いていきますよね。バッとねわっとオートフォーカスが効きます。ほらね、おもろいね。うん、いいじゃないですか。でこれで重さが 420g っていうことでやっております。まあ、せっかくなんでZF ね持ってきてるんで、これにつけてみようということでやってみますね。よいしょ、ほらどうだ。でこちらなんですけど、発売日が4月の19日っていうことに、ね、なっておりますので、まあ、桜はねちょっと終わっちゃうかもしれないんですけど、まあ、春のね撮影から使っていけるかなっていう感じです。 10mm フルフレーム非常に面白いレンズ、はい、やってみました。2024ニコンブースに来ております。 Z9 にプレナーを、ね、つけるということで、今回新製品はないんですけどプレナーの、ね、レンズをむちゃくちゃたくさん持ってきたみたいなので、ぜひ体験していってください。もうこの LED で張り巡らせてボケを好きなように撮ってくれっていう、ね、図になっております。モデルさん135で、ちょっと近めにはなるんですが、これでいってみましょう。これ135近い、じゃん遠くに行くから、これで、あいいね、これ後ろのボケがむちゃくちゃ綺麗。135なのでなんかだいぶ顔に寄っちゃってますけど、これは僕がズームしているわけではないぞ。距離感近いから後ろボケがね綺麗です。見てください、ほらすごいですね。この近さで実用に耐えるモデルさん、さすがすごい。後ろボケがむちゃくちゃ綺麗です。このね画面の隅っこまでまん丸にいってるのがわかるでしょうか。これがプレーナー。ニコンブース2024のところでは LINE 登録をするとね、このように
いつもニコンでやってるかな、2024年のニコン手ぬぐいがもらえるという感じでございます。サムロンブースの方に来ております。 BMW に気を取られて全然気がついてなかったんですけど、裏側に来るとですね、このようにスマホと、ね、カメラがつながったようなものっていうのがございます。でこれがどんなことを意味するかっていうと、タムロのレンズの中でですね、アップデートっていって、その USB-C がねつなげるようなものっていうのが結構あるかと思います。でそこについてなんですけどね、そこからこのスマホにつないで Android 専用にはなりますが、アプリっていうのが入ってまして、要はピント、ズームではないですよ、ピントっていうのを覚え込ませたね、メモリで覚え込ませた地点から、今このボケさせた状態でね、映していますけど、ここからメモリをね、ピントのメモリをした部分に、こちらのね、秒数、2秒って今書いてますけど、2秒をかけてピントをそこまで動かしていくっていうような処理をすることができます。スマホからやることもできるし、ファンクションボタンがついているレンズについては、このレンズに対して割り当てっていうのをします。ここを押すと、液晶をね見ててくださいね、こうピントをほら自動で送られていくという感じでね、今車にピタッとピントがあったような状態になりましたが、こういうことができるようになりましたということでね、動画とかで使うことができるかなと。ピントがアウトな状態からしっかりブツにピントが合っていくところまでっていうのをね、あるいはその前ボケとかそういうのを入れて手でねマニュアルフォーカスを送ってると、どうしてもスムーズにいかない部分があると、そこをこういう感じでピントをボケさせた状態から押していくとスムーズにピントが合っていくということで、すでにねその機能に対応しているレンズを持っている方っていうのは、なんとですね USB-C を Android のスマホにつないでアプリを起動させるだけでいけるので、無料でこれができるっていうことです。主には動画派の人に対しての機能になるかもしれないんですけど、持っている方はですねぜひ試してみてくださいということで、知らなかったということでご紹介しました。はい、はい、ネクストレージのブースです。今回ね CF Express B の B2 Pro っていうのが出てきております。 SNS でもね大騒ぎしてましたけど、3700とか3600という見たことない数字がね出てきております。私が今使っているのがこれですね、 B1 Pro の330っていうのを使っておりますが、これがねただでさえ早いけど、これが1950っていうことで、2000超え3000超えっていうとねわけわかんない感じがしますけど、この400っていうのは動画の最低スピードを保証している400っていう数字のようです。で、こっちね B2、B1 Pro がね今まで通り並んでて、ちょっと B2 Pro の方はねネクストレージの文字が下になって上に B2 Pro って来てますけど、もういつものね見慣れた165、330っていうね容量がありますけど、この時点からもうむちゃくちゃ早いということで、165と330はもっと早いぞっていうことでね、PC に取り込むときに多分むちゃくちゃ早いと思うので、4K とかね、人によってはもう 8K とか、ロー動画っていうようなワークが Z9 とかそういうものでね、実現し始めていると思うので、そういうところで使う方っていうのは、むちゃくちゃいいという感じです。ね、今のところ330とか500ギガぐらいで私も運用してるんですけど、いつかこの辺になるかもしれないっていう感じです。要チェック。で、ネクストレージは、普段、ブラックフライデーとか、この前のセールでもよくやってますけど、ありがとうございますAmazon クーポンサービスか、そっか、だからこれをこのクーポンがあると、普段の Amazon セールでただでさえ安くしてきてくれているところをさらに安くなるっていうような感じのことをしてくれているので、SD カード CF エクスプレスっていうのは結構消耗品であるから、セールの時に必ず買っとくっていうのがおすすめでございます。はい、補足です。B2 Pro のカードね、むちゃくちゃ早いんですけど、当然ながら、その早いカードを使って PC にね、データを送るっていう時は、ケーブルとかリーダーっていうのがものすごく重要になります。変なリーダーとか変なケーブルを使うと、このね、出てる通りのスピードが出ないっていうのは、SD でも CF でもね、XQD でも昔からあることでした。ということで、この辺のね、トップのカードを使う方っていうのは、このネクストレージのリーダーっていうのが良いということです。ちょっと重みがある感じはするんですけど、この辺でね、放熱がしっかり効くような感じになっています。で、あとケーブル自体も、このカードとかにね、同梱してくれているっていうことなので、そちらのちゃんとしたケーブルを使って運用するようにしてもらえればと思います。はい、ネクストレージ SSD のね、ポータブルです。私がね、散々動画の中で進めまくってるんで、聞き飽きてる方もいるとは思いますけど、このね、むちゃくちゃ軽い、
100グラムもないやつ確か、うん、あの2テラです。2テラのねすごい速い SSD があるんですけど、これがね何やろうというふうに思ったら、なんとこれがねあの後継っていうか、これのあの後の新製品になりますね。でこれが、1テラ2テラ4テラっていうふうにね、4テラのバージョンも出てきております。で、スピードがねここに書いてあります通り、リードスピードが、まあ、秒速秒これが秒 3.5 ギガっていうぐらいのね速さで出るっていうことなので、まあ、現状私も多くの皆様もこの辺でねかなり満足がいってる部分があるとは思うんですけど、まあ、今後を見据えてこういうものも出てきているっていうことで、新製品ですね、まだ発売していないんですけど、まあ、そのうちっていうことでご紹介しておきます。ということでね、 Amazon セールとかをすごい、そこでねスピードアップしてどんどん急速にね拡大していっているネクストレージなんですが、まあ、CF エクスプレス見てもそうですし SSD 見てもそうなんですが、さらにねよりクオリティが高い、まあ、新しいものを出してきているということで、まあ、今後も引き続き注目ということで、はい、これよろしくお願いします。はい、OM システムズのところでね、あのアプリにログインしているのを画面を見せると、このねいつでも役に絶対立つクロスがもらえます。はい、もらいました。はい、ニューアーのブースに来ております。ニューアーのブースですね、こちらあの要はありますけどエコバッグをいただいて、エコバッグの中にねカタログが入ってるんですが、こんなねペンもいただきました。で、いろいろねものがあるので見ていこうと思いますが、まあこういう面白いところで言うと LED のねこういう RGB のやつ、だいたいね電池は1時間ぐらい持つやつですね。後ろで調整して、これがもうそれぞれねマグネットになってるっていうことで、まあ使い方はどういう感じっていうのは、まあバックライトとかそのねメインライトとはまた別に雰囲気を出すようなライトで使っていけて、かつまあマグネットでこんな感じでくっつくっていうねものです。はい、あとはこの辺なんですけど、これあれですね、今見て気づいたんですけど ZF のグリップですね、ケージです。作りはね割にちゃんとしてる感じです。で今の時代の流れに沿ってね、ここにマグネットでレオボトと全く同じやつになるかもしれませんけど、六角レンチというかドライバーがねはまってます。ここの作りっていうのが、レオボトの樹脂に比べると若干ねプラスチッキーな感じはしますね。まあ、その辺は値段の差かなっていう感じです。このね赤線っていうのが ZF のねニューアーのケージ、色がこうやって変わっていくと、チョン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 、ね、この H って書いてるのがヒューですね。このヒューのところの色で変わっていくと、こうねダーッとたどっていっても変わると。でここで、ライトのパワー自体をね変えていくことができるって感じかな。このまあでっかい照明がねありますわ。で今回なんですけど、いろいろね三脚とかそういうものをたくさん出してきているニューアーなんですけど、まあ、ご覧の通りライト系のねものっていうのをメインで展示しております。でこれね私もAmazonのところで紹介しましたけど、この Z1 の N ってねいうのがニコン用ですね。ここで電源つけて、この真ん中を押すとね、ここを押すとプレスでこうやってねモデリングのねランプっていうのをつけられます。今ちょっと前にねディフューザーがついているので、実際はねこういうようなフェイスになります。これもねマグネットで多分ついてるかなね。この C っていうのはキャノン用ですね、うん。で、こっちに戻りますけど、ここでそのモデリングっていうかね、そういうガイドランプみたいなものをつけることができるっていうねもので、ここでねいろんなやつ設定をしていって、ここでまあ光っていくっていうストロボですね、 Z1、まあ、丸型のストロボっていうことで、まあ、プロボトに始まりゴドックスにね始まり、それに続いてっていう感じで、まあ、セールの時はこの Z1 っていうのが、まあ、通常2万7000円ぐらいするとか2万円ぐらいになっていて、かなりのね格安の値段になっていたっていうものなんですけど、まあ、それの実機がねなかなか見ることができないものなんですけど、この辺で見られるようになっているっていうのでチェックしてみてください。まあ、言うたらですねゴドックスの V1 とほぼ一緒です。はい、はい、ソニーのブースです。ソニーのブースはいつも通り X に登録するとね、このキーホルダーが毎年のようにもらえますね。今回は 7202.8 の GM2 のキーホルダーもらいました。はい、ゴドックスのプロ N ということで、ゴドックスの、ね、そのところに来ております。今回サブライトがねこうやってついています。ここはここのスイッチでねこうやって外せるようになっていて、
ここのね窓が開いてここに端子があるのが分かる通り、このサブライトについてはここから電源のね供給っていうのをしています。うん、で、つけるねバッテリーなんだけど、このバッテリー自体は V1 でも普通に使えるということで、今回 USB の C でねこのまま充電ができるようになっております。これはもう今の V1 でもそのまま使えるです。でバッテリーだけもバージョンアップされたようなイメージですね。で、TTL のマニュアルっていうのはここで切り替えができるようにスイッチが入りました。うん、あとはほぼほぼ使い勝手的には一緒で、ここにねあのサブのところが出てますよね。サブ出てるのでここでサブを押すとサブライト、ここね、ここをまあそもそも使うか使わないかっていうのと、あとはここで光源ね、あのマニュアルで合わせていきます。例えばちょっと一番暗くした状態でね光らせてみますね。ちょっと光りますよね、こんぐらいで光りますよね。うん、でここをまあ一番明るく1分の1フル発光にして、まあ、自分に当てますわ。そうするとドカンといきます。ここがねすごい光って、今こっちは TTL の状態で光っています。でこれのもうちょい賢いところは、こういう風にね天板状態からこう下げていくとですね、自動でここのサブライトが切れます。まあ、それはねこっちからライトが光るからこっちは切れるよねって話で、見えるかな、こうやるとこっちはね光ってないのがわかるでしょうか。なので、取り方としてはねこういう風に天板で使いつつ、まあ、こっちの被写体に対してね正面からの光も若干当ててあげたいなっていうことで使います。でサブライトに関しては TTL は効かないので、マニュアルでね一番低いとこ128分の1からフル発光までっていうことで、まあ、光量をね調整してあげて使っていくっていう感じですね。うん、であとは以上いつも通りですけど、このねあの LED のこのガイドのランプっていうのもね10段階効いてるっていうのも、まあ、過去の V1 と同じ内容ですね。うん、ということで、電源供給がね非常に楽で、天板だけしているとね、このメインの映している被写体近くにいる人物とかねそういうものに対して正面からの光が少ないよっていう時があります。それに対して今回のこのサブライトで天板プラス正面からのライトっていうことでね当てていけるっていうようなものに仕上がっている V1 Pro ということでね、はい、一応これ N なんで2個音声ですけど、まあ、各社のねバージョンが出ているということでございます。はい、キヤノンのブースに行ってきました。こちらですねアンケートっていうか登録をするとですねクリアファイルと、ステッカーがねもらえます。このステッカーなんですけど三脚にも PC にもどうやって使おうってちょっと迷うような感じです、個人的に。はい、以上キヤノンでした。はい、CP プラスお疲れ様でした。私がね歩いている最中、まあこのね帽子をかぶりますっていうのもあって、まあ何名かね見つけていただいて声をかけてくださった方がいました。まさかねこういうことになるとは思っていなかったので、本当にね勇気づけていただきました。どうもありがとうございます。ということで、まあいろいろなものをね CP プラスの中で配っているので、まあちょっと今日の戦利品をね紹介していきましょうかね。はい、ではまあいろいろあるんですが、この辺からいこうかな。はい、ソニーのね 7200GM2 のキーホルダーでございます。まあ、ソニーは例年のごとく X かな、うん、X のソニーアルファのね公式アカウントを登録したら、まあ、レンズのねキーホルダーっていうのをもらえるようになっています。はい、毎年のようにもらいましたけど、どうやってどこにつけたらいいか困ります。で、もう一つ。はい、ニコンですね。ニコンは、ノベルティは最近はなかったと思うんですけど、今年はあってですね、ニコンも公式 LINE っていうのを、作っておりますね。この公式 LINE をお友達登録すると、この手ぬぐいの2024年って書いてるね、まあ何かの Z が書いている手ぬぐいがもらえますということです。はい、次はですね、これ OM システム。このノベルティが良さそうということでね、これはしっかり狙っていったんですけど、OM システムのアプリをね、インストールするとっていうことで、このクロスがもらえます。OM って書いてますけど、結構ね、この、いろいろ拭いたりっていうか、ここが結構抵抗があるので、まあレンズくるんでね、リュックとかバッグに入れるときに、レンズとかストロボとかをくるんで入れるのに使えるっていうことでね、クロスはね、これ系は何枚やっても困らないので、非常にこれはありがたい。うん、
で、いろいろね、カタログもいただきましたって言っても、まあ、ほとんどいただいてないんですけど、まあ、シンクタンクのね、カバンがちょっと気になっていたのと、あと、ワンダードのね、カバンっていうのが気になってました。まあ、どっちも銀一のものでね、ピークデザイン含めて、どれも高級品っていうことでね、ヨドバシカメラとかに行ったら、実物は置いてあるんですが、まあ、大体ね、ガラスのケースの中にあったり、ワイヤーで縛られてたりしてね、なかなか触ることができないような、お高いところのバッグなんですよね。まあでもなんか販売員って言いますか説明員の方がね、すごくしっかり、特にワンダードのカバンについてはかなり詳しく教えていただいたので、だいぶね、この辺は欲しくなりました。結構可愛らしい色があるのでね、気になっておりますというところで、はい。まあ、もらってきました。で、その他ね、いろいろあります。キャノンは、なんか、登録してね、受付に行けばもらえるんですけど、結構ね、かっこよさげというか、綺麗な、作りのいいね、クリアファイルはクリアファイルなんですけど、かなり高級な感じのクリアファイルをもらいました。G1、S1 っていうのは、プリンターか。プリンターなんですね、今回。カメラじゃなくて、プリンターできてますね。うん。顔料インク、染料インクのプリンターか。これのクリアファイルと、あとね、UIOS ってバチバチに書いているシールをもらいました。どこに使おうかちょっと迷うなっていうか、貼るところがあるのかっていう感じです。参った、これは。うん。で、あとは、いつもの通りのね、エコバッグシリーズですね。はい、エプソン、エプサイトのアプリをね、インストールしたら、これがもらいました。まあ、昨日もらったね、ニッコール90年のトートバッグとちょっと近いかな。まあ、それより、サイズは小さいです。品物としてはペラペラです。うん。とは、まあ、折ってね、簡単にカバンの中に詰め込んどけるので、こういうのはまあ悪くはないです。で、ニュアのエコバッグは結構これは作りが良くてしっかりしているエコバッグ。あとなんかこういうね、ちょっと高級めなペンが入っておりました。これはボールペンかな？なんだろう。うん。結構ね、ノベルティはいい感じ、ニュア。で、レキサー。レキサーは通りがかったらもらえましたっていう感じでね。まあこれは、これも結構、ここは頑丈なのでね。まあサイズ感いろいろエコバッグいただいてるので、まあどれも結構使いやすいかなっていう感じ。まあこれ系のカバンっていうのは、大きなね、コロコロカバンとかを小分けしたりとかするときとかにも結構役に立つので、今のご時世としてはね、エコバッグをプレゼントっていうのはなんか当たり前の感じになってますけど、いくつあっても困らないものなのでね、ありがたいかなっていうことですね。うん。まあ、その他、いろんな商品ね、新商品を、まあ、いくつかね、気になるところっていうのを見てきたので、まあ、動画の中でご紹介した通りでございます。うん。で、今日は初日だったんですけれど、天気がね、まあもちろんこれから先ずっとね、開催期間中は悪くて、しかも気温がどんどん下がっていくっていう中ね、結構なかなかの環境下だったと思うんですけれど、まあ平日にもかかわらず、かなり多くの方がね、見えられていまして、まあブースのいろんな担当の方とかともお話ししてたんですけど、まあたくさん、すっごいたくさん来てて、土日とかどうなるんだろうっていうようなね、感じのことを言われている方も結構多かったんですね。うん。まあ、今後ね、ちょっと、だいぶ人も多かったんですけど、こういう感じで盛り上がっていけばいいのかなっていうふうには思いますので、まあ、引き続き、まだ CP プラスが続くのかもしれませんが、ぜひ、行く方は楽しんで、いろんなものを触ったりしてみてくださいっていうことですね。まあ、また、来年とかもね、楽しみにして行くようにしましょう。はい、どうもありがとうございました。渡辺翔一でした。チャンネル登録よろしくお願いします。で、あとね、CP プラスも行った方、見てきた方、コメントとかもまたいただければというふうに思います。ありがとうございました。